私はユニオンスクエア付近にいます。ですね。ちょうどこれからフラットアイアンビル、ニューヨークで一番最初に建ったビルということで、今も、ね、歴史的建造物プラス、観光スポット、まあ外からビルを眺めるだけなんですけどね、せっかくなんで紹介していきたいと思います。まあ、こちらの動画は、まあ外からビルを見るだけなのですぐ終わっちゃうと思うんですけども、まあ、あのニューヨークに行かれる方はね、こちらも雑誌等々にも絶対載っている場所となっておりますので、まあ、参考にしていただけたらなと思います。ニューヨークにエンパイアステートビルがそびえ立ってますね。晴れた日はとても綺麗に見えますね。まあ、ニューヨーク来て本当にほとんどの人がイヤホンしてますね。で、一番多いのはやはり iPhone の接続できる AirPods ですね。本当に多いですね、してる人が。まあ、私も持ってるんですけども、めちゃくちゃ便利ですからね。コードを絡まないっていう、こんなストレスフリーなことはないと思います。ちょっと話は脱線しましたけども、ブロードウェイの通りは結構歩行者天国になっていまして、本当に歩きやすいですね。広くて、これはオブジェですか。オブジェですね。今ちょうどフラタイアンビルの真下にいるんですけども、これです。やはり写真撮られてる方いっぱいいましたね。まあ、ビルの真下にいるとあんまりよくわかんないですけども、こっちから見るとこれです、フラットアイアンビル。いやー、そびえ立ってますね。まあ、雑誌等々で見た方も多いかと思います。今ちょうどこの反対側で多分イベントがあるんでしょうね。イベントスペースを作られております。この角度ですかね、よく雑誌等々に載ってるのは。いやー、信号機がめっちゃ入っちゃってますけど、いやー、かっこいいっすね。はい、でこちらは最寄り駅はすぐそこに駅がありますので、一応そこまでね見ていきたいなと思います。あ、本当に目の前にありますね。
ここは22セカンドストリートですね。 R R と W の、23丁目の駅ですね。こちらから本当に真後ろにありますので、ニューヨークに来られる方はぜひ見ていただけたらなと思います。今回の動画はねちょっと短いですけど、こんな感じで終わりたいと思います。役に立ったっていう方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。